はい、どうもこんばんは。ですね、新春のね、企画といいますか、まあコレクションのね、動画なんですけれども、今からね、出すシーンというか場所というのはね、ほとんどというか今までもほぼ一度もね、動画には出たことのないところですね。これどういうところかというと、普段はね、ここにキーボードがあるんですよ。で、自分はこういったガラスをね、いつも眺めつつ過ごしたり、こうパソコンに向かって作業してるんですけれども、ここにあるのはね、本当にお気に入りのものばっかりなんですよね。お気に入りやら思い出やらがあるものばっかりで、で一応ですね、ここにカズラ貝だとか一部の宝貝、八代貝に鬼殺材ですかが入ってる、ケースと、こっちにはですね、とある作家さんがこう作ってくれた、まあ自分が捕まえたウツボなんですけど、その頭骨の標本と、その上には八代貝のね、殻に梅貝の殻、それから非常に大きいんですけれども、これルリ貝のね、貝殻なんですがね、こういったものがこう置いてあります。で、肝心のガラスの方行きましょうか。まずここはですね、引き寄せに期待してますけれども、 3S ってこう書いてあるね、まあ、六角形の 3S インクのインク瓶が欲しいなと思って、割れてるやつをここにずっと置いてます。で、あとここにあるのはコバルトブルーの注射器のプランジャロットですね。ではでは、じわじわ紹介していきましょう。で、どっちから紹介するべきなのか。まず以前の動画でこう見つけた猫神様は綺麗に洗ってあって、今ここにいます。本当にこう、いいお顔してますよね。だいぶ綺麗になったんで、ここに。いつかガラスで猫神さんのレプリカを作りたいなと思ってるんですけど、で、猫神さんの前には、以前のね、ペロペロの動画の時にはまだなかった、完品のね、サラペロと、それから、これオーペロ、まあオーペロの部類なのかな、この器タイプのこうオーペロの、これもね、足が割れてない完品、あともう一つのコマペロと、それからここにもね、またオーペロが一個あります。ここにこうペロがね、特にお気に入りなので並んでます。あとはこれね、これはまあ見つけたのは自分じゃなくて家族なんですけれども、これで、まずここ、これは浜田屋というエンボスのある、まあ、バチ瓶の小さいやつですね。口がシアーカットになってなくて、まあ、おそらく食紅とかね、調味料系、味の素系なんかの瓶だったんだと思います。食紅の可能性が高いと個人的には思ってるんですけどね。いい色でいい形してますよね。これと、あとは、ちょっと奥の方からいきましょうか。これはね、とても大きな波間がしわの貝殻なんです。こんな綺麗なね、形はなかなかないんですけど、もう本当にこう真珠みたいで綺麗な光沢ですよね。で、あとはこれはピアスかなんかの、柔らかいアラバスターのクリームの瓶ですね。これをまあここに置いてて、で、今ここから取ったのが、以前地雷をね、掘り出した場所でこう見つけたコバルトブルーの薬瓶です。これ本当にもうね、いい色してますよね。この瓶はね、ここのところにこうね、見るとわかりますかね、ちょっとでこう匂いが入ってるんですけれども、もうそんなのにお構いなしにね、ここに飾ってます。もうこれが置いてあるとね、落ち着くんですよね。で、その手前にあるのは、これもね、あんまりない色ですけれども、青い墨汁の瓶と思われる瓶ですね。これをね、ここに置いてます。あと、ここにあるのはね、ちびひょうたん日記の中でも、なんかね、初見のタイプなんですよね。これは割と最近で、少し前のね、ビーチクリーンラジオの帰りにですか、ポロッとこう、岩場に落っこってたんですよね。いくつかこう種類があるんですが、こんなのもあるんだなとこう気づかされたんです。これ普段はこっちのね、ペロにこうね、収めてますね、今ね。で、後ろの方にあるこれはね、いずれ動画の方にまた出ると思いますけれども、今のね、バスのハケでこう見つかったんですよ。香水かなんかの瓶なのかなと思ってるんですけど、造形が細かい非常に綺麗な瓶ですよね。こんな瓶と、で、こちら2つ、これはね、感明香という目薬なんですよ。目薬感明香、東京丸北北橋製ってなってますけど、同じね、これ感明香で、こちらはね、目薬瓶なし、ここのね、くぼみがあるタイプなんですよ。
でこちらはくぼみがないタイプです。だから多分こっちの方が古いんじゃないかなと自分は思ってるんですけどね。でその隣が、茶色い雲霧目薬ですね。茶色です。でこの後ろにあるのがね、多分自分のねお宝ベスト10の座をずっと揺るがないんじゃないかと思うんですけれども、ベスト10のねベスト10以内のおから1からこう揺らがないと思うんですけど、フランス製の1920年代のね薬瓶です。オーギュスト・ルミエーレの、ラボラトリオンってこう書いてありますけれども、オーギュスト・ルミエーレ研究所ですね、そこの薬の瓶です。なぜかフランスだというだけでおしゃれに見える不思議な瓶ですけれどもね、これですね。それからここにあるのがね、引き寄せに1年半ぐらいかかりましたけど、富士山インク瓶ですね。今富士山インク瓶はね2つあるんですけれども、これの赤色の気泡シワシワのがあるんで、次はそれが欲しいなと思っているところです。でその後ろにあるのが、はい、時計中中日記ですね。ガレバのハゲでこう初回から出てきてこう度肝を抜いてくれた日記水ですけれども、あの後にこう台風が来ちゃって大変だったんですよね。まあ無事掘り出せてよかったですよ。綺麗に銀化してますね。で、その隣にあるもの、これは銀化してますひょうたん日記ですね。自分はこうなってないタイプが好きなんですけれども、それもねこの後出てくると思います。はい、それでその隣、これはね3つぐらいあるんですけれども、オンダの日記水です。もしかしたらこれはね大きい瓶もあることからメロン水だったのかもしれないですね。真相は謎のままなんですけれども、ちょっといずれね少しは調べたいところですね。おっと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 ですです。で、その前にあるこれ透明なんですが、エンボスがすごく昔の字の感じなの分かります？旧字体ということじゃなくてですね、なんか頑張って彫ったようなねこう型の字が見えるような感じです。名前もいいですよね。島津十全堂の光明水です。本当にいい名前です。なんか神々しいというか神聖というかね、こんな感じで、その隣がまずこっちね、沢市目薬ですね。しばしば出てますが、普通はねこっちの方にこう目薬ってこう名前があって、で裏側にこうくぼみなんですけどね、ちょっと沢市目薬は少しイレギュラーな作りなんですよ。こっち側はのっぺらぼうなんですね。でその後ろ、ガレバで出てきました本舗滝深ですね。お目薬、これもいい瓶です。これね、でここにね何本かこうある瓶のうちに、まずこの手前、これもね自分がツンデレなビーチって名付けている、たまにねいいものが拾えるビーチのものなんですけれども、気泡がものすごいんですよ。で傷がほとんどなくて、まあであとこの色合いから何からね自分の中でお宝なんですけど、その後ろに、チビ日記の六角形のチビ日記がこうね3つあります。まず普段自分がねこう好きなチビ日記って言ってるのはこのタイプで、これがね透明なタイプで、これがガラス本来のアクア色のタイプなんですが、もう一個ねちょっと小さいのあるでしょう。なんとここにエンボスが入ってます。カクヨって入ってるんですけどね、このカクヨエンボスの小さいチビ日記水、これ結構ね自分さ今探してるものなんですよ。1本はあるんですけれども、もうちょっと欲しいなっていう感じですね。でこちらにあるのは六角形の日記水の、まあ、親玉ですよね。なかなか美しいんですけれどもね、まだ自分このタイプこれ1本しかないので、もうちょっと出てほしいなっていうのが正直なところですね。であとはこちらにですね、多分インク瓶だったと思うんですが、ノーエンモスの四角い瓶があります。この日ひょうたん日記と台風の後でね、確か小さいビーチにこれとひょうたん日記が埋まってたんですけれども、それ以降はねなんか珍しい瓶を掘り出せないんで、またねこういった瓶に出会いたいところですよね。はい、でこちらにですね、まあ自分がこう非常に愛してやまないお宝があるんですけれども、ちょっとね引っ張り出しましょうか。まずですね、自分の心をこう常に捉えて離さない、自分の中でのこうベストトレジャーなんですけれども、コバルトブルーのねこう濃い薬の瓶です。本当にねこれはもういい色合いなんですけれども、これねツイッターの方では自分アイコンにしてますけれどもね、まあこういう瓶みたいな人間になりたいなというのが正直ありますね。
で、それからですね、お宝中のお宝、駒宮商会の八角新薬ですね。首が長くてとても美しい造形をしています。自分の最初に掘り出した新薬というのはなんとこの八角新薬なんですよ。いずれ没映像でね、こう動画出すかもしれませんけれども、こういうこれがね、一番最初に出た新薬なんです。なんと自分は八角新薬からスタートしてるんですよね。で、それから1年半近く経って、まあ、これはね、バスのハケのさらに後のね、ハケの動画でこう出てくると思うんですけれども、このメモリ付き新薬がね、自分のね、ノーマル新薬の1本目になります。ディギングで出したものに関してはね、もう本当にね、日記水はいっぱい出るんですけれども、新薬はなかなか出づらいんですよね。なのでこの辺のものは全部飾ってます。で、その奥にですね、ケースがあります。ちょっとこのケースを今手前にね、引っ張り出しますね。はい、ケースをね、手前に引っ張り出しました。まず上に乗っているこれなんですけれども、あのペロの一種、たい焼きペロですね。どうもなんか持っててこうね、画像とか動画出せる状態にあるのが今自分一人だけらしいですね。だからまあ、どれぐらいの価値があるのかちょっと計り知れないですね。擦れてない完品もいずれどっかでこう見つかったらなと思います。たい焼きペロですね、いい感じです。で、よくね、日記水の呪いって自分言ってましたけど、なかなか変わったタイプの日記水、目薬が出なかったんですよ。日記水はいっぱい出ても。で、その呪いが解けましてですね、まず三天堂目薬、これがね、五章大事にこの重要なものケースの上に載ってるんですけれども、あとはこちらね、国民保険協会の保険目薬です。綺麗なコバルトブルーですよね。ちょっとこうグラデがかかってて最高なんですけれども、こういったものがね、自分の手元に来たんです。で、最初期からのお宝をちょっと開けてみましょう。はいはいはい、こんな風になってますね。まずここにね、コバルトブルーというほどではないんですが、まあ、ギリギリコバルトブルーですかね。筋が綺麗なのがね、入ってるのが分かりますかね。まずこの青色の瓶です。それからだいたい同じ色でこう統一することが多いのに、そうではない桜エンボスの石蹴りですね。暖色と寒色両方入ってるマーブルタイプな、とても珍しいと自分は思ってます。しかもこれはね、擦れた傷跡が全くないんですよ。見つけた時は嬉しかったですね。これですね。で、その隣にあるもの、これはね、まあ、ごく普通ののり瓶ちゃのり瓶なんですけれども、気泡とね、歪みがこう大変に美しいんですよ。こんなね、で、模範的なのでここに置いてます。で、この手前にはね、まあ、古いちょっと大きめのおはじきを1個置いてるんです。で、ここにあるもの、ロートアイローションなんですが、これはね、なんとビーチコーミングでこう拾ったんですよ。台風の直後でこう非常に綺麗な状態で拾えたんですね。まあ、なのでですね、こう大事に、五章大事にここにこう飾っているんですが、ここにね、おお、はい、ここに練りガラスの綺麗な色のビー玉があります。で、これが載ってたのは、歪みたっぷりのペロペロですね。で、あとはその隣にね、ちょっと大きめの明治時代にまでこう刺さるぐらいのおはじきがあって、で、そのおはじきはね、このまあ高槻型のですね、ペロペロに入ってるんですよ。ですね。で、この後ろには今度はね、とあるビーチでこう一個だけこうポロンと凝ってたひょうたん型のちび日記です。自分はこういうね、上がちょっとすぼまってるタイプのひょうたんのデザインが好きなので、このチビ日記もね、とても好きなんですよ。これと、はいはい、で、その隣ですね、これ気泡がものすごいのが分かりますかね。もう持っててもね、見た目より軽くて変な感じなんですけど、まあ未合材だとか外薬の瓶だと自分は思ってるんですよね。もしかしたら旧軍の未合材の瓶かもしれません。もうとにかく物資不足だったのに無理やり作ったっぽくて、気泡が半端じゃないですよね。すごい気泡です。ベストオブ気泡のですね、宝が3つぐらいあるんですけど、そのうちの1つで、これ多分頂点ぐらいに気泡が多いですね。色もいい感じです。で、これと
その横にあるね、これすれすれなんですけれども、まあ、すれてないのもあるんですが、これ黒工場です。これはね、ビーチコーミングの方で拾ったんですけれども、黒子町のこうかなり古いバージョンの瓶ですよね。これを拾ったことによって、しばらく掘ることになったね、刷毛の場所にこう気づくことができたわけですよ。非常にね、自分の中ではこう思い出深い宝なんですよね。で、その手前にあるこれは山の中をね移動している動画で見たことがあるかと思うんですけれど、旧道の、ね、中に入っていったらいきなりこう道に落っこってた、3S インクのインク瓶です。まるでこう山の神様に祝福されているような不思議な気持ちになる大事なお宝なので、ここに入れてますね。で、その後ろ、これはね、インク瓶なんですよ。まあいい感じのインク瓶ですよね。これは面白いのがですね、とあるね、こう刷毛の近くでウサギを捕まえたんですけど、そのウサギを捕まえたっていうことを家族に LINE しようとしたら、目の前の岩の上にこうポツッと置いてあったんですよ。まあとある人物が忘れてたらしいんですけれどもね、その人物にはちょっとだけこう因縁があったんですが、まあ今となってはどうでもいい話なんですけれども、これもね、なかなか思い出深いというか、偶然の巡り合わせで自分のところに来た貴重な昔の瓶ですね。気泡たっぷりで色も美しくて非常に好きです。で、ね、最初にこっち行きましょうか。これはね、大きめの海苔瓶なんですが、チルっていうね、製造過程での独特の模様が出ていて、他の海苔瓶にはない美しい表情なんですよ。光の跳ね返し方も非常に綺麗ですし、しかもね、こんな風に結構大きい気泡が入ってたりします。同じような海苔瓶は全然その後見つけたことがないので、自分はこれをねちょっと特別扱いしてここに飾ってます。大きい海苔瓶ですね。で、あとはですね、まあ、ここの2つの瓶なんですけれども、これはね、はい、見えますかね、会津製薬の、目薬コカイン水の大きい方と小さい方です。なんとセットでね出てきたんですよ。しかもこれ出方が面白くて、天気の悪い日にねこうハケ一生懸命掘ってたんですけど、もうあんま出ないなって思ったら、崩した砂地のハケの横に自然薯が生えてたんですよ。結構太いやつがね。なので、まあ、その自然薯を引っこ抜いたらこうバササッとこうね崖っぷちが崩れてきて、この2つがこう顔出したんですよ。あと他に四角い薬瓶なんかも一緒に出てきたのかな。非常に貴重なものですね。まあだから、とあるハケで出てきたコバルトブルーのものがいくつかあるんですけれども、おそらくね、そのハケでできたコバルトブルーのものって、このコカイン水とこれとこれ、あとはこれかな、これはもう厳密にコバルトブルーにはちょっと色薄いんですけど、あとは他にね多分 1,2 本ぐらいしか出てないっていう、それぐらい貴重なもんですよね。まあそんなこんながあったんですよ。でこれらをねいつも眺めていると、もう本当にね精神的にこう疲れたり参ったりってことはないです。まあついでにもっと言うんだったら、こうやってこう横を見るとね、向こうの方にこの間紹介したお宝がこう静かに収まってますけれども、自分がね仕事したりね、パソコンいじってるスペースの目の前にこういう綺麗なガラスがたくさんあって、でかつちょっとこう横を見るとね、お気に入りのガラスがいっぱい飾ってあるんで、まあ多少嫌なことがあったってすぐ忘れてしまうっていう、そういう状態ですね。まあそんなことができるのもこういう綺麗なガラスがいっぱいあっての話なんですけれども、まあここのね今日紹介したのが自分の机の前であり、かつ一番ねお気に入りのコレクションを置いているところなんですよ。まあこんな感じですかね。コレクション紹介の動画はね、あまりなんかこう人気がないような気もするんですけれども、逆に本当に好きな人が見てくださってるんでね、そういった方がこう見ていただければ、まあ嬉しいかなといったところです。これでですね、新春の企画は終わりなんですけれども、まあ、今年もね珍しい瓶をこうたくさん掘り出していくのと、今年は多分ね、活動がもう少しこう広がって、他のジャンルのね動画もこうポツポツ出てくるかと思います。チャンネルを上げないで、まあ網を使ったりね、魚を取ったりだとか、あと山に入ったりと、そういったものがちょっと増えるかもしれません。まあ、今年もねガラスと合わせて自分のそういったコンテンツですか、楽しんでいただければ幸いです。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。